はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ライブアライブ近未来編ですね。こっち名前なんだっけ、タロキチとかじゃなくて名前がわからん、なんかわかんないけど、カメが仲間になったところから、始めていきたいと思います。で、どこへ行くんだ。一旦、あ、イベントが始まった。どっか行っちゃったよ。鹿と？この亀の姿を見ても何とも思わないのか、みんな。ガキじゃあるまいし寝てられっかよ。いいキャラだ。な、ここにコンセントあるんだ。お、こっちにはいないな。コンセントの位置高くねくてか、今なんか光ってなかった？ちゃんと手を洗った？ケンイチさん、最近来ない。あ、あいつのことかな。暴走族野郎。え？調べられない？ちょ、ここトイレか。じゃあ、一旦外へ出ますか。渡辺に頼んでいたブーツがあった。え、渡辺どこにいた？ここにはいない。渡辺寝てるんじゃん。どれだ、わからん。アッキーだし。何かお土産くれんの。ああ、なんかある。え、これやるよ。いらない。めちゃくちゃいいのに。すかしっぺする。いや、お土産はない。ごめんだね、知恵って。トイレに来て、例の件で話がある。これ何、これお土産なんて全くないよ。なんか寄り道すればお土産的なのが手に入るのかな。ではトイレ行きますか。てか先生いるじゃん。あとっていつだよ。全然わからん。あ、心の中を読むか。あ、何かが欲しいなとか言ってくるのかな。すかしっぺしてるの僕だったりして。なんか欲しいものあるか。たい焼き、なるほど。公園に行けばたい焼き買えるのかな。今外出れないけど、アッキーならすかしっぺしてもいいかな。え。ちょっと待って、ちょっと待って、外は出れないよね。洗濯中、こいつをどかさなきゃいけないのか、やっぱり。おお、邪魔だ。意外に普通に終わったな。これは編み物。鎧だけど装備できるか。こいつ何も着てないからな。防御力に、え、特攻がめちゃくちゃ下がるんだけど。10も下がるよ。10下がってさ、防御力2って全然割に合わないな。やめとこう。あ、これでだからトイレ行けばいいのか。来た。ノックくらいしろ。どこだったよ。はい、これ頼まれてた太鼓姉ちゃんの。渡辺のへそごまじゃねえか。もう一回行ってこい。ひどいよ。え？もはやなんだかわからん。います。トイレに来て。いや、ない。ごめんだね。へそごまって何？なんでそんなの。香ばしい一品とか、なんか嫌だな。ちょっとじゃあもう一回トイレに行きますか。
来た来た来た。はい、これ。じゃあ、僕用があるから。いや、お前寝てんじゃねえのかよ。ポーチ。この中に何か入ってんのか。見てみよう。え、装備アイテム、ポーチなんてさ、ワンポイントでしか守れねえじゃねえかよ。これででも外には出れるようになるかな。まだダメ。そろそろトイレに来るかな。てか、何回トイレに行かせんだよ。来た。はい、これ。じゃあ僕用があるから。太古の写真ってか、何を手に入れるまでここをやんなきゃいけないんだ。また来たよ。はい、これ。こいつすげえな。僕用があるから。有能すぎるだろ、こんだけ物持ってくるなんて。あ、見つかった。これはパンチじゃねえか。ひどいよ。カメとかマジで何にも触れられないんだな。パンチはどうなのってことで、攻撃力めちゃくちゃ上がるんだけど。怒りの鉄拳装備しよう。出れるようになってる。タロイモ。おお、前は寝てないのか。いや、お土産系が全然わかんないな。もう上機嫌になってるよ。で、どこへ向かうんだ。一応敵地は出てるけど、戦闘員とちょっと戦おう。こいつの力を見たい。まずアキラはもういいや、パスしよう。よし、いけ。頼む。240人とめちゃくちゃ高い。ラリアット脳天勝利すげえ。あ、そうだ、タロイモパンチ、タロイモキック。いや、なかなか範囲が難しいな。で、一歩進んで、脳天ショートはあれか、反撃用だもんね。タロイモパンチでこいつ。あ、ボーリングの球ってあれ、先っちょにくっついてるやつ。超痛そう。20ポンドのボーリングの球でぶん殴られたらマジで死ぬだろう。タロイモはレベル上がんないのか。強化パーツっての手に入れたな。タロイモは強化パーツでなんか強化していくのかな。ちょっと公園にだけ寄ろう。なんかいろいろ他にも行けるところありそうだけどね。たい焼き屋のお手伝い。たい焼きの売り値を決めましょう。アイテムがもらえるかもしれません。ちょ、やってみるか。バイトしよう、バイト。あれ、こっちからじゃ話せない。ああ、手伝ってけよ。心を読む。ここもヤバくなってきた。それはどういう意味で。いや、え、これ手伝える。兄弟な。たい焼きなんてそんな高くねえだろ。100円。ありがとう。1個でしょ。いや、何個くれとか言ってないしな。ご苦労だったな。これ持ってけ。たい焼き。もう一回やってみよう。あー、ガキか。ガキも金持ってなさそうだからな。まあ普通に100円でいいだろう。ありがとう。ご苦労だ。これたい焼き。
なんか金持ちそうなやつ来ねえかな。あ、ばあちゃん、ばあちゃん年金巻き上げるか。じゃあ300円だ。冗談じゃん。怒られちった。まあそりゃそうだよね。バカ野郎。客見て商売しろ。あ、そういうことやっぱり。お、こいつは？冗談な。こいつだって300円いけんじゃね。ありがとう。お。100円でも売ってあげてんのに、完全ぼったくりだな。バナナクレープ。超金持ちそうなやつ来ねえかな。だってこれのやつ1万円なんて持ってるわけないし。ありがとう。ご苦労だ、これ持ってく。100円で売ってさ、たい焼き1個くれるってどういう利益なの。くせ、また子供かよ。ありがとう。ご苦労、これ持ってく。あと1回やってちょっとなんか、またばあちゃんか。ご苦労、これもたい焼き渡すだけ渡してみる。やたらたい焼きだらけになったけど、これヒットポイント回復できるのかな。たい焼き5個中回復能力向上、いいね。バナナクレープはもう一緒か。ついでにもう一回戦闘すれば多分レベル上がるよね。あ、こいつはいいや。こいつは戦っていこう。速攻で勝負を決める。ちょっと遠くにいるよな。ほら、いけ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 、あ、いけねえ。ちょ、行き過ぎた。え、大旋風とかめちゃくちゃ範囲広いな。ローケーク、攻撃力めっちゃ上がってるわ。どんなもんや。これも成長したもんだ。いいね、ヒットポイントの上がりがいいね。ヘブンイメージ、物理防御も結構上がってる。いや、結構上がるな、これ1レベル上がるだけで。この1レベルが分かつ時が来るかもしれない。ちびっこハウス、なんか欲しいもんあるか。やるぞ。好きな女の子の前でおならするわけねえだろ。お任せ装備。これたい焼きだったよな。いいだろう。たい焼き、これあげる。ミサンガ、なんか効果はありそうだな。あ、こいつはでもあれか、何くれとは言ってこないか。まあ、先を急ごう。人の心を覗けるぜ。流体アンドロイドで結局またあのじいさんち行くか。これは完全に囲まれた。無理だ。いや、無理じゃない。あいつが去っていった。どこだ、下か。あれ、さらに下がある。え、めっちゃ下なんだけど。で、壺。違う、あ、まだ下か。え、なんだこれ、マジでめちゃくちゃ地下広すぎだろ。とこに出てきたの。なんだこりゃ。でかい。話す。思った通りじゃ。この古代ロボット乗り気大王は念力で動かされていたのじゃ。だが現代ではそれほどの力が使えるのは液体人間のみ。
何液体人間って。液体人間とは液化され失った物理的な力の分精神力を高めた人間だ。ちょ、わかんねえ。このブリキダイオを動かす手は2つ。超能力で操るか液体人間を注入するかじゃ。注入って何？超能力で動く。俺にできねえわけないぜ。ん？この石動かしてみるか。え、まあ、やろう。なら上に来い。待っておるぞ。え、上って何？また上登らなきゃいけないの？こっち側とか行けなそうだしな。いた。よいか。まずピンクの像を触り、本を読む。そして木琴を叩き、待って。青いマスクを触ったら、ちょっとメモりたい。地下のブリキダイオをよーく拝む。光る後きちんと手洗いしてからトイレにしゃがむのじゃ。拝む。手洗い、トイレ、なんだこりゃ。まあやろう。まずそのピンクのなんて言った、ピンクとしかメモってないんだよな。でも多分ここにあるやつだよね。下にまだ調べてないものがあったっけ。え、ここ、あ、ここで全部完結させんの。ピンクの像、こいつか。で、本を読むって、これ逆かな。こいつか。で、木琴、こいつか。青マスクってどれ。あ、あれか、上にあんな。こいつか。で、拝んで、なんか死んでるんだけど。手を洗って、いや、洗ってる、これ洗ってるか。ちょっとタロキチで見えなかった。トイレに座る。勝手に入ってくんじゃねえよ。だからみんな、ミュージックスタート。え、ここがコックピットになるとか。トイレがあったところ今どうなってんのかが不思議なんだけど。操縦室になってるし。スイッチは5つある。じゃあやってみろ。やってみろとか言われても無理くさいね。スイッチは、タロキチ、タロイモだった。ブリキダイオ。ダメだ、動かん。え、他調べるとことかあんのかな。動け、ブリキダイオ。ネオ注入が足りない。これ全部やんなきゃいけないのかな。
音楽が鳴るだけすごいだろ。動けブレーキ。おお、爆発した。最後。動けブレーキだよ。痛い。どっから夜間が降ってきたの。いやもう全部やったぞ。やはり。これでまた戻んのかよ。やはりこれだけのものを動かすとなると相当の燃動力車が必要になる。何かいいものがあれば持ってきてくれ。インスピレーションで何か発明できるやもし。アイテム改造。新たなアイテムが完成する。どんなものができるかお楽しみに。いやそうは言ってもね、次何をやればいいのかがわからん。とりあえず目的地行く。これ目的地なかったらマジで無理だな。いやー多すぎだろ。いやでもこのままもう突撃するよ俺は。行けるだけ行くぜ。そして蹴り殺す。これが一番効率いいなマジで。どんなもんや。おおすげえ、やっぱ全員分経験値入ってるっぽいな。ちょっとバーには行ってみたけど他のなんか行けるところも行きたいね。こういうとこ行けそうじゃんとなり。行けないか。あの右のやつとか行けないかな。どっか行け怪人。ここは行けない。ここは行けない。ここ何すげえ。あこれつくばのなんかかな。つくば研究所か。アポあるのかい。ありません。そんなもんね。まあそりゃそうだよね。じゃあしょうがね。ちょっとまた幼稚園に戻りますか。幼稚園っていうか子供ハウス、ちびっこハウスか。どうした先生。もしやさらわれるか。あ子供が。俺が助けてやるよ。そんな健一などどういたな。役には立たん。敵は3人。だってそこら辺うろついてる人と変わんないだろ。どう考えて剣持ってんだけど。やばい。セブンイメージって何。眠らせんのか。これなんかあれだね、そういう補助系も意外に覚えるんだな。噛みつき。タロイモ。もう一歩か。タロイモパンチ。左のやつやってくれよかった。あでもちょうど動いたか。ナイフマジック。やばい。ナイフを。え、さすがだナイフマジック。ゲンコツネクスト。ちょっとしか経験値入って。ずらかるぜ。離せよ。やつらは時間の稼ぎだったか。うせえよ役立たず。何があった。クルセイダーズの奴らが数を。何ふざけやがって。いや乗せろよ。俺も。まあなんていいお天気。絶好のバイク日和だわ。あ危ないじゃない。ちょっと借りるぜ。
こいつバイク運転できんの？お前も来んだよ。乗れんの？ほい。絶対バイクぶっ壊れるだろ。え、これどういうことよ。おお、なんか港の方に行ったな。ふと、というところで、じゃあ不当に来てクルセイダーズ壊滅させていきたいと思います。別に壊滅はしないと思うけど、今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。